イクルマスター。リサイクルマスターは海のゴミを上手にリサイクルしてみんなできれいな海を取り戻すゲームです。海のゴミ、リサイクルに詳しくなりリサイクルマスターを目指そう。カードには3種類あります。ゴミカード、ゴミの特徴がわかるよ。リサイクルカード、このカードでゴミをリサイクルするよ。プロダクトカード、カードの数字が得点になるよ。このマットがゲームの舞台。テーブルの上にビーチマットを広げ周りに座りましょう。5枚のゴミカードを海の上に並べましょう。プロダクトカードは種類別に並べておきます。チームの代表がリサイクルカードをよく切ってからカードを裏にして1人に5枚ずつ配ります。残ったリサイクルカードはマットの横に重ねておきます。いよいよゲームスタート。ゴミカードの山から1枚めくりビーチマットの海に置きます。マットの上に並んだゴミカードと同じ種族のゴミカードを引いたら重ねます。色で見分けよう。2枚以上重なったゴミカードのリサイクル方法が自分の手札の中にあればリサイクルしますと宣言してゴミをリサイクルできます。リサイクル方法はアイコンが目印。リサイクルするとゴミカードと同じ色のプロダクトカードと交換ができます。基本的には4枚のゴミカードを回収したら4点のカードに交換、2枚のゴミカードを回収したら2点のカードと交換ができます。ゴミカードの回収枚数が多ければ多いほど高得点のプロダクトカードをゲット。交換が終わったら配り残ったリサイクルカードの山から1枚引き手札を補充します。自分の順番が来てゴミカードを引いてもゴミカードが重ならない場合や自分のリサイクルカードが使えない場合はパス、次の人の順番になります。さらにリサイクルカードの中には2種類のスペシャルカードが。ビーチクリーンカード、このカードを持っている人はビーチクリーンをすることによりビーチマットに出ている全てのゴミをなくすことができます。海をきれいにしたのでみんなの笑顔カード3点がもらえます。アップサイクルカード、ビーチマップに出ているいくつかのゴミを自由に組み合わせて新しいものを作ることでプロダクトカードが手に入ります。この2つのゴミを花瓶にアップサイクルしますと宣言しアップサイクルのアイディアをみんなの前で発表。プロダクトカードを受け取ります。ルールは以上だよ。ゲームの流れを見てみよう。カードかリサイクルカードがなくなるまで順番を回します。ゲーム終了、得点を数えてみよう。自分が集めたプロダクトカードの点数を合計してください。一番点数を集めた人がリサイクルマスター。さあリサイクルマスターを目指してゲームを始めよう。